あ、マカ着いたわ、大丈夫だ。1年ぶりぐらい。あ、でも半年前にキャンプチ君のところに出してる。そう半年ぐらい前じゃない。ちくわぶとかいたもんね。いた。うん。ホテルはどこですか。はい、マックのマック、サーカスクラブ。うまっ。これうまっ。え、よかったらこっちも食べてみます。あるあるふわっ。で、今何サイトで配信やってるの。俺はニコニコと、うん、で、1ヶ月半食らったもんで接客セットも人来ないから、ちょっと消去法でパッチ選んだら、うん、たまたま髪の毛燃やしたら花火やるよって冗談で言ったら、うん、おーっと落とされて、うん、血つけたら、なんだこいつはってなっちゃって。はいそっから。ラインライブとかやったのよ。やってたけど、うん、すまない。微妙。なんかノリが違うよね。俺も一回やったらダメだった。あと、アメバ TV がどうなるかっていうと、あと、ニコニコは今度またバージョンアップするんだよね。嘘。うん、マジか。レッシェンドっていうのがあるらしくて、あと、ニコキャスの復活。復活するんだ。ただ、それ投げ銭になるのかどうかわかんないし、なったらなったで詳しいどうなるかっていう考え方と、あとは、LINE の、LINE じゃないや、YouTube ライブ、うん。あれも投げ銭になるかどうか。YouTube ライブは慣れ線もう入ってるよ。入ってる。ただ、コミュニティ1000人以上じゃないとダメなの。チャンネル登録者数。そう、ギターの人。こんばんは。俺だって YouTube ライブかなり初期からやってるもん。最初ラグひどくなかった。ひどいね。でも今1分半ぐらいかな。それでも1分半うん。改善されて、だって、4K とかで放送できるんだよ。テレビの最大画面とかでも、だから、なんつうんだろう。画質とかにこだわってて、ラグはひどい。あと、そう、バンになるようなことができなくて、例えばさ、ここで放送してて、BGM 流れてるんだ、うん。いきなりシャットアウトするよ、YouTube。ジャスラックとかそう。要は、そういう、厳しすぎるね。アルゴリズムを解析するための、多分ラグなんだと思う。リアルもお願いします。ああ、なるほど。もうリアルなんだ。もう実際のテレビと一緒なんだ。そう。もうテレビ。そう。だからバンは絶対リスナー、バンになるようなことが映像がリスナーさんのところに届かない。脚本と台本が必死なわけです。そう。だから YouTube だ。コンスタントにやるんだったら今のところクワッチやるんだよね。俺はクワッチだなと思ってる、今のところ。ブリカマで。ブリカマで。はい。ライター持ってきてないけど家にある髪の毛燃やすめだから。これが配信ツールなんだ。マジか。はい。そうなんだ。初めて見ました。2番線お会計です。ライブ延長なんて。画面ちっちゃくしたり2カメとかできたりとか。ニコ生ライブ放送だと変わらない。いいよ。
ライターはあるんです。ライターあるんですけど、タバコ買ってみましょう。タバコ買ってくるわ。まあ、PTTT だとね、やっぱりダメだ。そっち座ってる、そっち座ってる。タバコ買ってくる。結構残高なのかな。やばいね。今はもうあんまり暑くないんだ。ありがとうございます。お疲れ様。これでいっぱい。やっとでした。ダメだよ、ラーメン屋なんか。あ、もう食えん。食いたくてる。マジかよ。そんなことない。やったー。ごめんね、内緒にしとく。ダメだ、ダメ。はい、ありがとうございます。電波ないでしょ、あそこ。阿武隈堂も土地勘ないな、俺。阿武隈堂、ないか。うん。宮城行こうかなと思って。うん、順当に行くか、こんな感じかな。うん。
ニモやつとか、ウタムレとか言ってる。え？遅れかってもやさい。こちらはタレです。以上です。ありがとうございます。冷たいけど、うん、もう格闘技で体ガチャガチャになるからないよね、確かに無理もあるでしょ。腕とかも結構太くなったはずだもん。リアトツ1万人どうだろうね、うん、俺はやる気満々だけど。何年ぐらいのプランとかある？いや、プラン考えてない。もともと子供の頃からその旅人になるのが夢だったの。スナフキンとか、うん、車トラジロとかだからなんかライフスタイルだから企画じゃないからっつって人生行こうみたいな。そう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 、あんまりそのなんか外で稼いだる人とかかっこいいなと思って、うん、アメリカ人とかだからヒッピーみたいな。そう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 、ヒッピーだよまさに。日本はそういうのなんか泊まれて、うん、ウィス、たくみさんいらっしゃい。お、じゃあエナタン来てくれたんで、リアトツ人数あ、ここだ、あざーす、27。満喫止まるときは配信する。え？満喫止まってるときは配信する。しない、喋れないもん、うん、ドルさん、ドルさん今放送やってんの、うん、飲んでいい？あ、ありがとう。飲む？あ、いいよ、楽しみだね。今やってんの？一ヶ月前なんで食らったの？いや、誘導は。マジで誘導取ったよ。1週間だと思ってたんだよ、うん、初めての1ヶ月くらいだったの。ですかね、うん、だからいきなりだから、うん、ね、鶏肉うまっ。ミッキーになるもんね、これね。ごめん、春もかけない、ね、かけないよ。え？あ、大丈夫大丈夫。誰これとか言われてますよ。自己紹介の話。誰か。お、ドルさんどうも。こんばんは。今日豪華でしたね。いや、東京痛かったっすね。これ変なことした方がいい。いや大丈夫。大丈夫。何か宣伝することとかある？こっちの配信大丈夫だよね、うん、普通にやろう。エナタムです。山の市やってます。あ、マチもやってます。こっちの配信者だよ。もともとニコ生でずっとよくしてもらってた、はい、こっちの方が。フリッカーね、ガード下がっちゃうんだよね。フリッカーを真似してるんじゃなくて、ガードが下がってダメだね。あれ変えていかないと。怒られちゃったよ、ドルさんに。あれ、おしぼりどこ行ったんだろう。おるいんだから。おしぼり一つください。あったわ。あ、いいや。そっちだった。人と食べるときは必ずこういう役割がある。気ぃ使いんでしょ。そうそう、すんごい気ぃ使う。気ぃ使わなくていいよ。めちゃくちゃそこら辺は言われてたから。うん、前からそうだもん。そうそう。ありがとうございます。うん、すいません。うまい。
食事の席って育った環境わかるよ。わかる。飯食ったらどういう家で育ったかわかる。食べるペースとか、うん、箸の使い方とか。わかるわかる。盛り上げ役から気使う役から。うん、うまいな。いい店だ。この通りは飲食店、あともう一つあっちにもある、こっちにもある。昔はここもすごい治安悪くて、そうなの、東北のシカゴって言われてた。あ、どうもどうも、ありがとうございました。うまい。そじいさん体重増えちゃったんだよね。筋肉でしょ。いや、脂肪だよ。絞らないと。筋肉、脂肪、筋肉みたいな感じするんじゃない。あ、まあ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 、うん、うまい。なんか仕事がないとそわそわしちゃう。なんでやることないかな。歌うまいもないも歌手だもんな。あは、それ入れます。まだまだ。ワンマンライブ見に行ったよ俺。あ、いや、ほんとその説ありがとうございました。いやいやいや、陽平くんと佐野さん、うん、佐野木と、あと切れたナイフ、あとは予算。予算来なかったじゃん。入り口までいたんだって。そうそうそう、入り口まで来て見なかった。青年口は間違ったんだっけ。ほうほうほう。よろしくお願いします。今日閲覧伸びねえな。電波の余りわかんない。50人だって。俺夜の時間帯弱いんだよね。昼間は伸びるんだけど、やり始めて、ふわっちやり始めてどれくらいで人来るようになったの。最初の頃から変わってないよね。一番最初の枠200人だもんね。初枠が。なんか可愛いな。何もなし。なしなしなし。そう。で、要はその頃、有名配信者全然いなくて、ね、あ、ワード来た、ワード来たって可愛がってくれたんだよ、みんな。ああ、なるほど。そう。だからボーナスがあったんだよ。開拓者だね、あれ。そうそうそう。でも今、ニコ生ね、みんな当たり前にやってるもんね、こうやって。みんなそっちの方だから、かそってるっていうのもあるし、多分。かそってる？ニコ生。めちゃくちゃかそってる。へ、え、ぇ、ー、全然見てない。ほら、そういうことだよ、つまり。だよね。お、花火ありがとう。うん。サンキュー。じゃあ、髪燃やそうか。人の前でなんで花火上がって髪燃やすんだよ。そう、髪燃やす人。そうです。そう、わさびで経費は落ちるのかな、あの、笑ったツイッター。で、何に使ったのって言われた時に顔に塗るって説明しなくちゃいけない。そうです。まあ、落ちないよね。適当に理由考えないといけない。どんだけわさび買ってんだ、この人。借金の点は多分思ってる。うん、何やってんだろう、こいつって。ねえ。ありがとう。こっちスマート。うん、お、キリンジだ。エイリアンズ。エナタヌの音楽のジャンルは何系になるの。いや、歌物で J-POP じゃない。J-POP か。もともと店員やってたの、ライブハウスだけ、店員さん。うん、初めて店員したのがライブハウスだった。どこにあったの。千葉。すぐ閉めちゃったからね。もともとはドラムだ。うん。機会があったりしないか。ねえ。やりたい。これ1万人のカウントでもらえれば。どうだろうね。もう楽譜見なくてもコードわかるの、メロディーがわかる。あ、スケールと
キーが分かれば大体この辺だなって大雑把なのが分かる場合もあるし、おお、いやすごいなと思ってリクエストしたらさ、その場で楽譜見ないでパンパン弾けるのよ。いやコードは見れば分かるよ、コードで。コード見てないの？コード見る、いや 見るだけ分かるよ。ああ分かんないとかね。まあでもメロ大体この音この音この進行だから次ここら辺来るなっていう場合も分かるし。分かるんだ。それいつ頃から分かるようになるの？動かせるのにやりながらね。でもうん、枝頼んで、うん、バーガープレゼントありがとう、みやちゃん。うまめちゃくちゃオーラある前やった時じゃあ格闘技やってるから多分自分では気にしないんだけど怖いって言われる、ピリピリ、多分そのアドレナリン出てるんだと思う。サイヤ人、サイヤ人でも大事だよ、戦う人にとっては大事大事。エナタナがいつもやる大人に見る素がこっちだよね、最終あれはエナタナめちゃめちゃいい、めちゃめちゃ大人だからね。ありがとう。プライベートで髪燃やしたりわさび塗ったりしねえだろメリットないよ、ね、何だよエナタヌの普段放送で見れないエナタヌ感が見れていいんじゃないの。今日もろ AB 型、俺 AB 型なの、二面性が激しい。おこれ B 型だからマイペースどこ行っても、いいんじゃない、でも長い旅をするんだったらさ、ね、なんでこんなエクラ伸びれた、通知行ってねえのかな。あーかも、今何本50、うん、もう100行ってもいい。これ電波が悪いとかだ、電波は悪いけど見れてるっぽいんだよね。エビ型一緒。あ、違うわ、9月全体かそってるわ。日曜だからじゃん。だね。そうだ。じゃあまったりだろ。相対的に見てどれくらいシェアしてるかも。全体が整ってる。AB 型っぽいよね、エナタンね。わかる。天才肌だよ。いやまだまだ。え、生まれもこっちなの？生まれも育ちも福島で、宮城住んだり、神奈川住んだり、東京住んだりとかありましたけど。あ、東京住んでたんだ。まあまあ、右翼直接ありまして、いろいろあったって言い方の方が適切ですね。もうこっち来ないの東京。いや、やり方次第かな。うまくいったら行ってもいいし、できないならできないなりに知恵絞ってやんなくちゃいけないから。そうだよ。すいません、ネギマとネギマとボンジリとボンジリ取り替わってあるのか。変わらないんですよ。じゃあ砂肝、ボンジル2つで、あのタレで、はい、ネギマとボンジル2つタレで、砂肝で、はい、水肝は、はい、え、タップ食う？あ、1本でいい、うん、水肝1本でいいです。バサシってこっち来て食べたの？食べてない。バサシ、あれで、メメさんで。あ、そう、バサシあります。バサシは置いてないですよ、すいません。うまいよね、全然違うの。熊本の玉たしか。おー、熊本もそっか、名産か。こっちはこっちで、もともと、もともとなんか処理するために使われてた土地があったから、うん、あいつの骨、うん、そこではじゃあ刺身にしようって出して、うん、プロレスラーの伊藤さんがそれ食べて、辛子味噌つけて食べたのがメディアで報道されて、一気に翌日から広がっていっちゃった。へー、あ、じゃあ力道山発信なんだ、その場の人。へぇー、ありがとうございます。次は取ってほしい人いる。あ、山田さんだ。これね、エナタヌのね、曲はね、あのバラードもいいんだけど、あのね、なんだろう、なんかね、変な曲やるんだよね、うん、なんて言うんだろう、ドリフターズみたいな。違う違う、笑いとかじゃなくて、なんかカッティング多めのなんか、なんか、なんて言うんだろう、アクセントが強いっていうか。そうそうそう、ああいう曲が好き。
バラードでもないんだけど、なんかエナタヌ感がすごい。世界観が。風船ありがとう。今日ウォーキングしてたんだって。そう、あのね、2日に1回、3日に1回ないと腹が出るのがすごい、体が分かんない。あ、ダイエットも兼ねてってこと？そうだね、もともとだから、タバコ吸いすぎて26の時に、で、なんか体調おかしいと思って医者行ったら、いきなりレントゲン取られて、変なヘアスレ抜かれて、機械で肺を膨らませたら、そこに代謝が二度見して、うえみたいなもの。呼ばれた後に、身体の結果言われたら、26歳当時に肺年齢が86歳って。やば。やべえと思って、しかも地震もあったし、そことタイミング重なってストレスもあったしで、あ、やべえ、これなんとかしねえとと思って、まずはジョギングとか、ウォーキングから始めようということでやってみたら、今に至ってるみたいな。じゃあ、駅前に来るんだ、歩いて。そうだね。豚の刺身は食ったことねえな。豚の刺身、東京の方が美味しいとこ知ってるけど。いらっしゃい。ありがとうございます。あなたのため子供にも使えると。すいません、ね、レンゲもらってもいいですか？レンゲ、はい、レンゲください。これ使ってるんですよ、レンゲ。あ、取っちゃう。あ、ツイッターで配信告知してない？やったような気がするんだけどな。あ、僕の分大丈夫。ありがとうございます。どうも、ご利用しましょう。次のライブいつの？東京。6月。6月？6月に東京は。その後年末までに一回企画。ありがとうございます。いろいろ考えてるのがだからみんなやりたい夢持ってやってる人がすごい仕事しやすいだね。現実的に考えた時にビジネスライフの付き合いからした方が夢に現実的にしたいから。どうでやのワンマン？ワンマンはね、おそらく新宿か。まあまあ安いとこレンタルでも120秒だってなると見つけたのが新宿と六本木にも一個あって、立地的に新宿の方が無難ちゃうぐらい。キャッチが激しいっていうのはちょっとあれネックなんだけど、バイク多いから。どこでやんの新宿の？新宿のね、まあ、どこだったっけ、どこだったっけ。目をつけてるところだと大体レンタル料が12万とか13万ぐらいで、なんか思い出せないんだけど。浦さんとは絡みあんだっけ？ない。俺箱の。あ、俺箱のあるある。あるある。はい、浦さんだよね。浦さん、前一回出させた。次何を？次どうしよう。リターオレンジ、すみません、はい、ハイボールとリターオレンジ。リターオレンジ、はい、あ、飲んだ。ハイボールとリターオレンジ。ふわっちやってて思ったのが格闘技系とは何か。いや、そんなことないよ。たまたま、もともとツイキャスイベントなんだよ、あれ。あ、そうなんだ。そっちの人たちが流れてきて、そっちのグループがいるって。そう。で、ベンゾ太郎さんが、ふわっちもやってるじゃん。うん、だから、ふわっちと、その、まあ、ドレさんっていう人、うん、とか、俺とか、ふわっち系、うん、あの、テルジャンビとか。で、あとは、キャスだもん。キャス系の人よ。カマが大好きなんだよ。なな、あ、カマ、カマ。じゃあじゃあじゃあ、野箱さんじゃない。ブリカマ。ライブのチケットいくらぐらいなものだったの？あ、俺？うん。だいたい2500から3000で考えてもらう。安いね。だって騒がれるもん、客取るから。だよね。金儲けかよとかね。
安いよ、ワンマンで25から3000は安い。この前来たやつ、新宿のやつだったら大体それで2000円でしょ、うん、で、あと今回から CD も出すから。あ、CD 出すんだ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんかそっちの方でカバーしながら、なんかいい仕組みないのかね、あのネットで売れるみたいなね。ああ、それはもう iTunes とかでこっちでリュックはさせてるから。あ、そうなんだ。ただ単純にやってるだけでもつまんないんで、 CD でしか買えないやつ、データしか買えないやつで売られてる。なるほど。あとは CD100 枚売るまで家に帰れないみたいな企画させて。いいじゃんいいじゃん。スライムで。あ、どうも。あとはもうグッズ販売も始めてるから、ここで何個か出てるっていうのもあるし。うんうん。こんばんは。あ、僕です。ありがとうございます。あ、お願いします。はい、カウパスさんいらっしゃい。あとやることやるだけ、ワッチでもグッズでも CG でもデータでも、あとは企画自分で考えたりとかネットワーク広げたりとかして。だよね。職でも収入はまだ直接かと思ってるんで、みんな応援よろしくね。フワッチでしかできない曲ってありますか？作れば、例えばフワッチをテーマにして曲を作ってフワッチの上に売るっていうのも一つの方法だし、勝手に俺たちで作ってそれをデータで売ってフワッチに目つけてもらうっていうやり方もいいかもしれない。あとは作詞作曲の依頼でもいいですか？皆さん仕事ください。中ちゃん買ったって。ん？え、アイツルンで買ってやってもありがとう。そうだね、買ってくれたんで。ま、単価が安いんで、アイツルンとかでご紹介で。いくら？ね、流通で1曲で1年契約で2500円の。へえ、安いね。そうで、2500円、250円に対して、うん、アイツルンでダウンロードされた場合は6割が効く、4割が無効。だからあくまで本当税金対策だよ。あ、そうなんだ。それアルバム分だけ売ればそれ全部買ってくれるんだったらいいけど、うん、だからしがらみあるじゃん、単発で買ってもらうっていうしがらみと、はい、あとは買い方わかんないっていう、だから CG になっちゃう。なるほどね。食べてみよう。ダメし。あ、次30分で、でも俺の中でも来てる。30分で109アクセスだから。へえ。すげえ。いやいや、君のことじゃない。タイミング悪かったんだよ、また。後発組じゃん。申し訳ないです、本当に。あ、いい。うん、でも続けてたら人増えるっしょ。いや、まあ、まあ、俺はもう、長いしね、配信。結構、その過集中なタイプだから、俺は。わかるわかる。実は俺もマスペタイプだから。わかる。まあ、どうせだったら使った方がいいという特技じゃないけど、性格とか。不幸なわけじゃないしね、個性だと思ってるから。そうだね。うん、食べてこっちに。あ、いいよいいよ。ほら、いらっしゃい。いらっしゃい。つなげもうまい。いただいか。どうも。ちなみに今日泊まる場所何時間ぐらいで泊まるよ？全然考えてない。うん、なんで？いや、なんかさ、今紹介するところが24時間好きな時間にチェックインできて、そこから24時間チェックアウトできるし、定時何回してもいいから。へえ、それいくらなの？それで、3000円したかしないから。安っ。だから、ほら、仕切りが
あのカプセルホテルをもっと優先した感じだから、店員の態度を見てマナー規制はいた、地球欲しいんだったら別だけど、なんか選択できる場所ある、選択コイナノリだとちょっと歩く、歩いてコインランドリー配信しようか洗濯物溜まってっから、うん、ホテルとかでも貸してくれるんじゃないのか、ね、コインランドリー配信やってやとね、名古屋行った時場所が困ったもん、コインランドリー専用の検索サイトとかある、へー、歩いて1時間って書いてあってさっき24のコインランドリー、あー俺の知ってるところだとここから歩いて3キロぐらい3キロぐらい3キロから5キロ、うん、ただ歩いてじゃあ1時間ぐらい、うん、道は迷わないよ、だいぶだよ、まっすぐ、まあ、旅人だし、うん、迷った方が面白いし、あの命の危険にだけはならないよ、俺でもあれの心霊スポットで一泊したよ、じゃあ大丈夫だよ、うん、超辛かったよ、死ぬかと思ったよ、マジで、でも俺お化けより目に見える人間の方がなんか違う違う、池だったの。お化けが怖いとかじゃなくて、寒くて死にそうになったの。冬とかじゃなくて、冬じゃない、だから2日目か、10日前ぐらい、うん、場所は場所は千葉、まあ、お茶ヶ池っていう、途中で電気が壊れちゃって、真っ暗で見えないからここで一泊するわ、使った、なんか魚カマだな。料理とかする？料理、うん、いや、エナタ君の前で料理するって言ったらなんか、いやいや、すげえうまいんだよ、すごいうまい。家庭料理。でもあれこそツイッターにあげればいいの。なんで LINE にしかあげない？ツイッターあげてる？あげてんの？LINE でよく見るから。レシピデータで販売してもいい。うまそうに作るんだよ。料理うまいの。いや多分。静岡とかみんな怖くないよ。いい意味でか、いい意味でとこらしいけど。なんか俺怖いイメージめっちゃついてるよね。あ、まあでもニコニコのバックボーンがあるっていうのもある。でもニコニコっぽで別にオラついてなくない俺。なんだろうじゃあ。俺もなんかいつの間にか嫌われちゃう、なんか派閥ができるわけやから。何なんだろうね、あれ。ありがとう。目につくからとりあえず叩くみたいなやつあ、なんかそういう文化が嫌だ。ニジャンからだもんね、大元は。そうだね。悲しいじゃん、なんか人の荒探しとか悪口とか俺大嫌いだから、しない方だ、しない方とかしないタイプだ、しないタイプだと思う、なんか嫌い、その人をディスったりとか、悪いものは悪いで言っていいかもしれないけど、荒探しのやつの国民性が嫌だから、あ、日本人はね、そう、くだらない、11人やし、いらっしゃい、はい、基本的に俺が嫌なのは、うん、まあ、それも悪口もそうだし、悪口もそうだけど、なんて言うのかな、バラ探しもそうだし、言ったこと守んないやつ嫌だね。あ、それは嫌だよ、ね、俺はそれでいっぱい泣き見て、泣き、あの、泣いてるから、泣いてるって、それ言ったもんね、そう、リスナーからスタジオ貸すっていうのは、あれ最悪だったよ、ほんと、ね、家の中で、マンションの中で、あの、スタジオ作ってるから遊びおいでとか、うん、3ヶ月前から予約してたのに、前日になってからです。そこの奴らに使われたから使えないとか言って。ふざけんなよな。はけてもらえに言えてたら連絡取れないとか言って、その後結局、サポートメンバー雇ってんのに、ね、
ドタキャンだからね。絶対なかったんだよ。ふざけんなよって感じだよね。お前話に裏があるよ、ほんと。なんだかんだニコ生、ニコ生は別に嫌いじゃないよ。な、一部の人がダメなんだよ。あの人たちが結構誇張して騒いでる。あと運営がダメ。運営ダメでしょ。いやダメでしょ、あんなの。トムさん商売やる気ねえもん。ないね、あそこの会社。とりあえず黒字出しいっかみたいな。公認主義なんだけど、ダメ出しするときだけはいきなりバウンス。そう、それが俺やる。そう、公認主義なら最後まで見守っといてほしい。何気にふわっち初めてふわっちとして知り合ったのは和道くんが最初だ。マジで。多分リスナーさんも距離縮まるんじゃないかな、会ってくれるんじゃないかなっておかげで。ちょっと片付けて。ニコ生システムがいい分もったいないよ。まあそうだね、本当にいいシステムだよね。だからね、ゴテゴテすぎるの。新しいことベンチャーにやられまくってるから、ニコ生が負けるはずないんだよ、要請的に。ポテンシャルが高い。高い。一番最初にそういうのを認識させたのもニコ生だと思うんだよね。そうそうそう。ね、本当にそう。もともと前からそういうのあったんだよ。あれだっけ、ラジログとかラジ、ネットラジとかラジオとか声部、あとピアキャスト、あとスティッターの、そこら辺は やることやってたんだけど、一気にブーム作ったのはニコ生。YouTube にちょっとだから美味しいとこ持ってかれてるんですよ、美味しいとこだけを持ってかれて、あとは、ね、カリスマ作っちゃって、ね、あ、食べてよ、これ。うん、うなぎもめちゃめちゃうまい。じゃあ野菜食べます。福島来たら声かけてください。エアタウンのとこ行ってきた。フォローした、ちゃんと。ありがとう。何、あのメニューは何なの、その花火が何をやってとか全部教えてる。顔にわさび、顔にわさび、鼻にわさび、鼻にわさび、鼻にティッシュ詰めて火つける、髪もやす、眉毛は、まあ、体ももやす、なんだ、口にクラッカー。口にクラッカーもやる。あとチクチクにももやす。あとなんだっけ、あれ面白かったんだけど、あの洗濯バサミをひたすらつけていくやつやったやつ。閲覧数に比例して、あれアイテムでやったら面白いと思う。そう、アイテムでもやってる。で、ハート1個で1個だから、うん、でバッチバチそうそう やらされて、でもそれで落としてくれるリスナーさん、固定でついてるから、それはそれで美味しい。ねえ、面白いじゃんね、あれ。マッスーさんいらっしゃい。ありがとうございます。あと、あのパフェだとウイロウリ。えウイロウリ。ウイロウ、それはあの、工場文句、歌舞伎役者の、あの、拙者親方と申すわとか、早口言葉の、詰め込まれてるのを見るみたいな、あの、ジュゲムジュゲム、フットのすり切れみたいなやつ。うざい。よかったらみんな、和道くんのところの配信フォローしてあげてね。あと、アイコンも落としてあげてください。あっつ。オフ会とかやったら誘ってもいい。例えば東京とか近場にいるときに。いいよいいよ。そしたらそこで1万人分の。あ、ダメ。それはノーカウント。要は、俺と知り合いである配信者かリスナーで、あの、カウントしてるから、今日もスネークさんに写真撮られたんだけど、いや、近くまで来たんだけど、意味ないと思ってて、数増やそうっていうゲームじゃないから、ほんと1万人に、あい、なんつうの、ほんと今まで応援してくれてありがとうって言いたい、面と向かって言いたいから。なるほどね。だからゆっくりでいいと思ってる。ゲームまっすぐなんだね。そうそうそう。別になんか、よく達成できるかどうのこうのとか言ってるけど、いや、俺のライフワークだから、つって。勝手にやってることだから。別に お前達成できなくてもお前に迷惑かけねえだろうって。勝手にほっとけよって感じなんだけど。一理ある。
だからゆっくりゆっくりでいいから確実にもうみんなに本当にある意味自分のやりたいことはもう見つけてるから、もうそこの第一歩を踏み出してるから、そう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 、本当に本当にいい人生だよみんな、うん、だからよく旅資金とかどうのこうのとか言われるけど、旅をするのに俺お金も空いてない、募ったこと一回もないし、俺が生活するための金をくれって言ってるから勝手に旅に出てるだけだからさ。ニャさんフォローありがとう。ニャビビ、うん、おかげさまや、うん、男普通にいい人やるんだ、なんかなんで下がってんのか不思議なぐらいだから最初だったけど、気に食わないんじゃないやっぱり嫉妬？いや分かんないけど普通行った時お前わざわざ飲んでたからダメだって言ったら意味わかんないでしょ、なんだろうね。はい、いらっしゃい。あ、ドヤマスくんよかったらわざとフォローしておいてあげてね。誰？リスナーさん行ったり来たりしてるし、あ、そうなんだ。あ、ペコさんやで、いや、いい日曜日だな、俺今日ほんと、充実しすぎよろしくお願いします。ごめんね、時間全然タイミング合わなくて、しょうがないよ、忙しいし、うん、郡山、居酒屋この後は何か予定は？ない。じゃあ泊まるとこ先に紹介して、うん、その後都合よければ、うん、あ、2次会まで行けたらいいけど、うん、コインランドリー探そうかなと。ああ、じゃあ一緒に探そうか、うん、でも歩く方向別だったら意味だから俺はだって居酒屋だったら家まで歩いて帰るエナタヌクワッチで今放送やってるよ、エナタヌ、ね、なんかフォローしてる。和道くんのどういうところが魅力でフォローしましたか？だよ、魅力も何もだってもう古いんだって付き合いが。このリスナーが？え、じゃあエナタヌと俺が？え、違う？ごめん、俺アスペだから分かんない。ここにいるリスナーさんが誰の配信をフォローしたってことで。お、来たぞ、いらっしゃい、うん、エナタヌだよ。お前ニコ生だと知ってるでしょ、みんな。ニコ生勢はみんな知ってるよ。もう長いもん。超子さんでしょ。まあ2009年からでしょ。な、え、9年間やってんのも。そう、そろそろ10年目だから年取ったなと思って。やば。でも俺好きだよ、配信が。動画じゃないんですよ、配信なんだよ。ただ俺さ、一番そこでなんか損してるなって思ったのが、ニコニコ動画と生放送やってて、うん、俺音楽をかじってたから、その時歌ってみたら分も並行して来てたわけです、うん、あ、どうもありがとうございます。その時に別に俺配信の方が多分好きなのよ、動画より、うんうん、なんで投稿しないんだ投稿しないんだっていう圧力がすごい感じた。でももったいないじゃん、歌広めるんだったら歌ってみたの方が、こだわりすぎじゃんの録音に、歌の録音とか、ここがこれダメだからこれみたいな。それでもう1日2日時間費やしちゃって最後、あ、ダメだ。配信面白いからね。おお、北海道来たらよろしく、マムちゃん。海鮮丼最高だね。多分リスナーさんにずっと海鮮丼食わされるんだろう。通風になるよ。ね、この後オケ行こうぜ。カラオケだともう終わったんだもん。さっきやってきたから。カラオケ配信やったんだよ。スタジオとかあんのこの辺？まあそれあることあるけど、うん、これは何なの？これウェブカメ、カメラ。ああ、うん、じゃあコロナ禍のものを撮れるっていう。そう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 、あのビデオカメラと一緒っすよ。あ、携帯版です。すごいねいい時代っすよね。映りますよ、気をつけてください。ネットの人たちに顔見せることになるんで気をつけてください。俺は映せる。あ、やばいやばい、痺れてないっすね。あ、ミカちゃんのとこにもいますよ。ありがとうございます、ジェイさん。よかったらうちのリスナーのワード君をフォローしてあげて。あざす。2人でスタジオ配信いいね。
いらないぞ。だよね。12時とかに閉まっちゃうでしょ。うん。その前に俺帰んないといけない。だよね。そうだよ。終電あるの。あ、プロありがとう。今度ゆっくりあれだよ。だからセッションオフやろうよ。ねえ、やろうよ、やろうよ。そしたらちゃんとバッチリメンバー揃える。オフじゃなくてオンでやろうよ。あ、オンラインか。オンラインで。オッケー。お金足りてますか？あ、振り込んでくれるんですか？アイテムくれるんですか？アイテムくれるんですか？お金はあればあるほどいいですかね。ぜひアイテムお待ちしてます。あ、あ、俺の分のアイテムはバドクに落としてあげて。僕はもう自分でなんとか頑張るんで。うまいよこれ、はい、うまいうまい。手作りのクリームコロッケ、見た目からして美味しいもん。うまいこれ。すいません、はい、ディタオレンジください。はい、お願いします。一番さん、ディタオレンジ。ちょっと寒いね。いいよ、全部食べちゃった。今どこですか？郡山。郡山な。昨日は会津にいたけどね。山形来たらよろしく。それはワドクに行ってあげて。そしたらワドクのリスナーになって会えるから。俺とはいつでも会おうよ。近いんだから。まだ郡山。ね。それにさ、キャスバーっていうのができた。え？キャスバーっていうのができた。はいはいはい。あ、知ってる？名前は聞いたことあるけど。そこでよかったら一緒になんか。あ、いいね。うん。そこの上もトマトさんとかインチキ大王さんとかでやってるみたいだから。へぇー。オシジカ半島ってなんだろう。男ジカ半島ってなんだろう。男ジカ半島って。ああ、七島小島みたいな。違うか。わかんない。もしまだ福島いて食べるもの困ったら、イカニンジンとバサシはちょっとミヒカリをカバーしてる。ミヒカリで、うん、ここでしか食べない。イカニンジン、うん、なんだ、イカニンジン。イカとスルメを千切りにして一口、みりんとか醤油とか日本酒でつける。へぇー。で、食感シコシコ、シャキシャキ。へぇー。おやつ、つまみ、おかずどれでもいい。へぇー。小賀半島、福島にはないの、島は。いや、福島の島の分の一文字ぐらいで。福島秋田県だ。でも島とか行ってみるのいいかもね。島国で島行くとしたらどこ行きたい？島？あの東京のさ、あの父島ってわかる？わかるよ。あの戦争昔に出てるすごいとこだ。紅の豚のさ、あのアジトあるじゃん、うん、あれのモデルになってるとこがあって、あの崖があって穴が開いてて、うん、砂浜がバーって、あれを見たいんだよ。フェリーだっけ？あ、飛行機フェリー。やっぱ沖縄行きたいよね。食べないと。おい、行ってらっしゃい。松前漬けに似てんの。松前漬けのルート。おー、松前漬けが分かんないな。
居酒屋でブリの釜の塩焼きとカニクリームコロッケと、あと何食ったか、焼き鳥とチャーハン、郡山の駅前っすね。あれディタオレンジ来ない？変な親父がいる。え？変な親父がいるよ。あれディタグレープ、ディタオレンジ頼みましたか？あ、でも出ます、すいません。あ、風船ありがとう、アイテムありがとう。うまい。天才はね、行かないことにした。いろいろ考えたんだけど、風船ありがとう。おやすみ。いや、ありがとう。花火がいないうちに押してる。いいじゃん。ありがとうございます。動物園ありがとう。本国地元が郡山です。地元、まあ、ここは、まあ、実質厳密に言うとここから少し20キロぐらい離れたところです。分かりやすい地名で言うと郡山、ちょっと端的に言うと。ありがとうございます。ちょっとこれ、これもう一回鶏肉うまいな。熊太郎さん、ありがとうございました。この辺鶏有名だ。あの会津そばが有名だから、それと併用して鶏も一緒に有名みたいな、そういうのがあるから。まあ無難に、だからその豚肉と牛肉と鶏肉どれを売るかってなった時に、牛も豚も有名じゃなかったら鶏になるみたいなのがあるだろうし。うまい鶏肉。あと郡山って思ったのが、美人多い、イケメン美人ほんと多い。あるかも。全然一番結婚する年齢が早い。あ、そうなんだ。すごいびっくりした。駅に来て本当に美人が多いの。芸能人みたいな、小顔で色白くて、やっぱ東北は美人多いっていうのは本当だね。秋田も美人だ。秋田美人。秋田って芸能人誰いる？佐々木希？うん、秋田美人は、なんで秋田美人かっていうの、ロシア人と血が混じってんじゃないの、あれ。んロシア。ああ、かもね。それもそうだろうし。昔はもともと、茨城の人って。つけてごめんね。俺思い出した。俺思い出した。いや、あのね、なんだっけ。茨城の人は、あのブスが多い。そうそうそう。本当にブス多いんだよ、茨城。本当なんだよ。本当ブスばっかりなんだよ。でも、あのお偉いさんがそのまんま美人を引っ越しするときに秋田に連れて行っちゃった。その時に余ったのが茨城に選ばれなかった人が残ってる。すんごいざっくりだね。でも本当に水戸ブスばっかりやな。おいや、マジでマジで。絶対あると思う。福島はね、美人が多いのは、まあ、イケメン率が高いから結婚率高いっていうのが一つと、その代わりでも離婚する人も多い。ありがとうございます。あ、でも福島も郡山が美人多いな。うん、っていうのも、いわきと会津と、うん、郡山では全然独立してるから。あ、違うんだ。そうそうそう、文化が。山がもう全部それぞれくたくた。
山形とかもそうだっていうもんね。そう、山形と庄内とかその海の方と全然文化が違って訛りも違うんだよ。さて、面白いやつのところとか、元々接点はありました。元々ニコ生のつながりでした。今ね、飲んでるんだけどキープしてる。俺にコマティとか絡めるとマジに愉快になると思うよ。間取ってくれそうだね。コマティ東京じゃないの？あいつは神奈川。神奈川か。働いてるの六本木だっけ？みたいだけどね。まただあんまり個人的にはあまりそういうの言ってほしくないみたいな感じだな。あ、そうなんだ。はい、すいません。すいません。コマティ仲いいもんね。うん。うん。ずっと。さっき一芝居やってる。あはははあの子のリスナーも優しい人多いですね。あ、うちのリスナー優しい人多いよ。本当に。橋には誘わなかったのか。橋にしても貼ってみたい。橋に電話出ないんだよ、俺。LINE かけたんだもん。びっくりした。ありがとうございます。花火もらって、今だけさ、叫んじゃん。ありがとうございます。うそくせぇ。うそくせぇ。いやいや、ほんとに。でも最初、エフェクトでびっくりするよね。うん、コメント欄が急にボーンってなったら。最初始めた時に3ヶ月ぐらいかけて3万円かけたらいいかと思ってたの。ほうほうほう。そしたらいきなり本を送ってもらえるから。ありがたいよね、でも、うん、その配信で飯食える時代になったんだもんね、今。なんか、かっこ悪いなくなってきてるよ、配信業。うん、お、ほんとにほんとに。だって今、ふわっちだけで多分ね、15万以上稼いでるの50人以上いるよ。人生変わった配信者いっぱいいるよね、ふわっち。お客様ですよ、ほんとに。うん、魅力を持って人を引きつけられる人は多分やった方がいいよ。だからそのインディーズっていうのが音楽だけじゃなくてこういうのでもできるようになってきて、ね、ネットタレントっていうのを自分たちで賄えるようになってきてる。すごい時代だよな。マイッチンバーガーありがとう。よかったらワードキーの配信フォローしてあげて。41ちゃんいい男よ。うん、めんどくさいけど癖強いぐらいいいんじゃない。酔ってる若干ね。でもほろよ。なんだろう。バーガーありがとう。今日はラブホじゃなくて、とりあえず眠くはないから歩いてコインランドリー24の目指そうかなと思って。先に泊まる場所紹介するよ。そっからでも。うん、オッケー。でもカシーに連絡取れなかったら宮城行っちゃうわ。すいません、今日ありがとう。すいません、レゲエパンチ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 。講演会とかやってみない？講演会？講演会とか旅人としてやりたいよ。そんなね、でも実績作んないとね。あ、そう、えなちゃん、こんな、あのね、緊張してるんじゃなくて、素のえなたぬって感じ。俺はカメラ回ってない時のえなたぬの方が絡みが多いから、そうだ、多分配信者スイッチがね、変な感じになってるんだと思う。俺はこっちのえなたぬの方が知ってるから、ありがとう。気遣いで、優しい感じの。そんな感じだよね。あ、終わっちゃったよ。緊張してるんじゃない？しかも、何回も絡んでるよ、俺。うん。えなたぬのライブも行ってるし、ワンマン。あの、オフ会も2回かな。いや、だからありがとうございます、ハート。だから多分ね、配信者スイッチは切れてる。そうそうそう。あの、ハンドル握ると、性格変わるタイプだから。車の免許ないけど。バカプレゼントありがとう。よかったらフォローしてあげてね。あざーす。
配信して戻ってきた。あ、そうだったんだ。配信者なんだ。売名しに来て、地元に行ったら配信つけながら。アイスダブルってあるんだ。ありがとう。ありがとうございます。こっちがさ、でも若干ね、正直ね、久々になった時緊張した。なんで？いや、威圧感が出てた、いい意味で。なんで？ないよ、威圧感とか。存在感ってのが、存在感が出てたって言った方がいい。色が黒くなったとかないの、日焼けして。いや、わー、僕もびっくりになったなと思ってる。いや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 、今まで以上に太っただけでしょ。レンタルさんからありがとう、よろしくです。でコラボ、まあ、大手さんだよ。ふわっちで今一番人気あるんじゃない。いやいやいや、どれくらい前だろう。2年3年そのくらいだね。結構ふわっちなんだ。おお、すげえな。ありがとうございます。人の見てもうまってなったし。なるよね。あのハロウィンとか季節ごとに変わるの。なんか2ヶ月ぐらいで。あ、ハロウィンはすごいびっくりするよ。真っ暗になるエフェクト。バッチの前そういうところ器用だよね。そう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 、盛り上げ上手なんだよね、そのアイテムとか。ありがとうございます、匿名さん。ありがとう。トイレ行ったの。うん、ありがとう、バンビちゃん。よかったら、和藤さんのところ飛んでフォローしてあげて。じゃあ、これも一人芝居やっといた方がいい。はい。お待ちしましょう、帰り。ということで、配信、まだ見てないな。僕の表情が楽しみです。はい、あの赤いフルーツ。いやもう、会えば会うことね、和道くんね、人が向けてってる中か、大きくなってきてる中か、余計それを感じる中か、聞こえるじゃないの。何が楽しみかとか、あ、それはあるよね。そういう人のこと応援しがいあるよね、リスナーも。裏表がないっていう言い方は少しかどうかわかんないけど、まっすぐな人ってやっぱ魅力あるよね。あ、それは大事だよね、本当。はい、違うね、妥協しないっていうのがある。俺もちょっと見習わないといけない。おばさん、山田もさ、うん、お酒飲むの？今飲んでるの？今和藤君とコラボしてるから、お前が飲みに。失礼します。コインランドリーってあります、ね、駅前は、駅前はあんまりないですね。どこになっちゃいますか、その。ちょっと郊外に。楽しくなってんのかな。あ、フォローありがとうございます。
一番成功してるコンテンツだと思う。僕も結構歌うんで、よかったら機会やったらいいです。24分まあ、駅前ないから郊外やって、これなんで。まあ、郊外までね、全然サッカー配信ね、いいよね。外配信でもいい？みんな。で、俺、あの、アプリ使って、ルート案内するわ。うん。あ、こちらこそ、よろしくお願いします。画面も見てもらってた人なんで。OK。外配信しようか、夜風当たりながら。スタートに出る感じはね、すごい気持ちいいよ。ねえ。歌作る時のインスピレーション、曲どれくらいのペースで作るの？いやもう用途に応じて、ワンマン決まったら最低でも5曲は作らないと逆に申し訳ないなと思うし。新しい曲5も作るんだ。いやもうそれはすげえな。持ち曲どれくらいあんの？いやもう昔から作ってるのもあるから、流行りきたりとか受ける受けないとかあるから、もちろん言えないよ。数は絶対数で言うんだったらもう7、80ぐらいだよ。へぇー。その中でもやっぱり趣旨ってことするし。へぇー。お、ありがとう動物園。今日までだもんね、確かに動物園。あ、そうなの、うん、今日までなんだ、まあ、期間限定でも今日までだね、みんなね。今日までなの。ふわっちランドください。東口のカラカンの人にこういうランドよりあった？シリに聞いてみるよ。東口なんかちっちゃい方の出口だよね。あれ駅渡るのが不便だね、郡山の駅ね。駅の中入っていかないと渡れないでしょ、あれ。もったいないよね、こんだけ栄えてるのに。片方しか栄えてないんだよ。もともとあっち側がもともといっぱい栄えてるから、そこからこっち側に来た。ああ、そうなんだ、進出してきたんだ。郡山もっと田舎だと思ってた、俺。こんなに都会だと思わなかったよ。何やるんですか？いや、和藤君旅してるから衣類を洗わないと。乾燥機もまあセットであると思うから。東口って言ってもここから回ると歩くよね。東北だと栄えてる駅が多分盛岡、うん、まあ、仙台は当然なんだけど、その政令指定都市外だと。お、乃木編だ。いらっしゃい。エナタヌと一緒だよ、今。乃木編はエナタヌ分かるよね。ニコ生勢だから。エナタヌと言って思い浮かべる単語は何ですか？それぐらいで時系列だろうか。おエナタヌと言ったら何？乃木編。帰ってこないよ。あれって20分ぐらいかな、だって。20分だからね、いいね、来られてもしかしたら。でも時間が何時までかだよ。名前は知ってるけどな。あ、これから覚えてね。申し訳ないな。いいよ、それ。知らない人の名前を売るチャンスだから。客層が違ったっていう。フワッチやってるよ。ありがとう。一旦でもその捨て頃の企画、その時は東京戻るんですか？戻る。あの5月の20日には戻ってようかなと思って。彼女さんもいるわけだもんね、寂しいだろうし。彼女でも昨日会いに来てくれて、東京から車で。嬉しかったよ。俺彼女メンヘラでさ、ずっと旅応援してくれなくて、オフパコの旅だとか言って。だけど昨日、心配になっちゃうよ。お前だからね。でも昨日ね、別れ際
のんちゃんって言うんだけど、のんちゃんが初めて旅頑張ってねって笑顔でよかったね言われた時はすげえなんか感動したよ。本出したらいいんだよ、ゴールしたら。ゴールしたら本と講演会講演会それ嬉しかったよ、のんちゃんに頑張ってね、和道さん旅行って頑張りましょう、よろしく。東横線沿い、何時までやってるそれ、24時間やってる結構和道君って聞くとなんかすごいネームバリア強いから萎縮するかもしれないけど、普通に常識兼ね備えてるいい人だよ俺は、うん、そう思うわ。普通飲みの席とかオフ会の席でみんなあやかること理由でするような人が多いから、ずるいタイプ。やだよね、うん、いいよな、個人間の価値観だからいいんだけど、利用するためだけとか。ああやだやだ、うん、もう絶対付き合いたくないそんな、うん、でも和道君ね、女子に挨拶してきていいですかね、一言があったのないのと全然違う。ああ、そうそうそう。やっぱさ、人のオフ会だから、人のリスナーさんなんだよ。だから、勝手に話しかけるのって無礼じゃん。ほんとそれ分かってたっていうか、それが一言に詰め込まれてて、俺もこれ勉強になったと思って、次から行くよっていう。そう。だから知り合いのリスナーさんだったの、共通の。だけど、その、エナタノの場だったから、場はエナタノだから、挨拶して、あそこの女性に挨拶していいですかって言ったら、いいよいいよって、そんな気使わないでって言ってくれて。五色沼最高だった、五色沼いいね。色がなんであんなになっちゃうのか。え、なんでなの、すごかったよ。だけど俺ね、赤い沼があるって聞いたから、赤好きだから、うんうん、赤沼行ったら思いっきり緑だったからね。あれ赤くなるの時期によるのかな、時期によるのかな。だからそう、Google で見たら赤い沼あったんだけど、うん、赤沼って見たら思いっきり真緑だったんだよ。あれびっくりした。で、昨日鶴ヶ城か、その後。桜満開でよかったよ。揚げ饅頭だった、天ぷら。ああ、もう超うまかった。4つ食ったら店員さん笑われたもん。食べれますかみたいな。みんな最初ね、饅頭天ぷら揚げるのってすごい疑問に思うんだけど、食べるとわかんの。しかも醤油で食べんだよね。そうそうそう。そう。醤油で食べんだよ。そう、すげえうまかったよ。香ばしさが後で引いちゃうの。だからバクバク引いちゃうっていう恐ろしさもある。かなりのこと考えると。やばいよね、あれ。平気だよ。お菓子は食べた。何ですか、こっちのお年は。ママドール。ママドール食った。ママドール食って、あと、なんだっけ、お餅のあんこ入ってる。なんだっけ、お餅みたいな。なんだっけ、あれ。お餅みたいな生地っていうか、その、ママドールと、うん、あとなんだ、ウイローじゃなくてなんだっけ、ウイロー、なんだっけ、ウイロー名古屋だよな。なんだっけ、あの桜のお餅みたいなやつ、ゆべし。あ、ゆべし、ゆべし。ゆべし。ゆべしくん。クリームボックスも今度食べてる。パン好きだ。クリームボックス。食パンの上に、クリームが乗ってる。それで、クリームボックス。あんまグッと来ないわ。美味しい。でもクリームが独特。おえ、それどこで売ってるの？もういろんなお土産売り場で売ってるよ。あとはコンビニで持ってる。ご当地っていうか、ローカルに。それ俺の。酔っ払ってます。酔っ払ってるな。すいません。いや、いいけど。普通に酔っ払いだね、これ。お詫びに。ありがとうございます。面白かった。この枠終わったら外出るかも。そう、この枠、うん。あと30分前の、その次の枠。うん。延長とかしてる？延長、俺は。垂れ流し。ずっと。だから時間の区切りじゃなくて俺らのタイミングでいいよ全然。俺、はい、ほら暗くできるからこのまま。通信制限で配信見れなかった。Wi-Fi、まあね、Wi-Fi 契約した方がいいよ。配信好きだったらもうそれは鉄板だからもったいないよ。配信業多分これからもっと増えるよ。増えるね、うん。でも配信がでかくなると思う、本当に。うん、普通に仕事として認識されてくると思う、うん。ここまで来るのにね、10年ぐらいかかってるもんね。そうだね。じゃあ初期の黎明期の配信者なんかさ、もう配信で食いたかったのに、食えなかったからね。それこそ小好きだ、小好きだって言われてね。うん、なんだよ、まともにさ、支援したい人がいて、支援されたい人がいて、噛み合えば。うん、
誰も文句ない、小月でもなんでもないよ、そんなの。アメリカの投げ銭と一緒だよ。そうそう、チップだよ。面白い配信したらさ、チップあげる。チップで食って何が悪いんだって話だよ。うん、向こうに見たかけてるわけじゃないもんね。その人いいと思ってたから、落とす価値が何かあるから、チップ。これからデカとなるよ、配信、うん、もっと認識されていくと思うし、先にやってるもん勝ちだよね、うん、そう、本当に本当に、ネットの世界は先行して利益あるから早くやってないとダメだよ、今やらないと。ねえ、子供の小学生の夢が YouTuber だもんね。小学4年生だか2年生だか忘れたけど、昔はだってネットに顔出すことがすごい非常識とか言われてたけどさ、ね、今 Facebook やんないことが非常識だよ。本当だよね、うん、そうだから俺は先輩の経営者 IT の人に言われたの、非常識じゃなくて未常識っていう言葉を知らないんだ。あ、まだ見ぬ新しく常識に変わるのは非常識に思われるけど未常識なんだよって。非常識と未常識を見極めなって言われた、うん、言葉聞いた、うん、俺らは非常識俺も人が臭い俺も わさび塗るとかは非常識ですよ。よっしゃみーちゃん、うん、そうだね、新しいことやってこ。赤沼周辺の草木が、ああそういうことなのか。写真加工したらすごい綺麗になったよ、うん、あのね、ありがとう、ジロスさん、うん、今 YouTuber が夢だもんね。そしてねえ、奥だもんね、人生ひっくり返っちゃうわけだもんね。これが昨日頭やばい桜色だった。あ、これ鶴ヶ城、鶴ヶ城、鶴ヶ城、うん、ライトアップしてこんな感じだった。ツイッター見てね、ツイッターに写真アップしてるからフォローしてあげてください。これやばいよ。で、そば食って、そば、うん、あとなんかでっかい大仏あったんだよなんか宗教団体で、これこれこれ、五色沼、五色沼、これ五色沼、これ一個の沼なんだけどすごかったよ、レインボーカラー。これちょっと写真加工してるから、あの実際はこれよりも淡い色なんだけど、俺がちょっと写真加工してツイッターでもしよかったらリツイートしてください。おやすみー、つるさん。楽しいよ、知らないものを知るって大事だよ、うん、知識で知ってるのとは全然違う、そうだね、体験だよ全部は。知識だけだと頭で立ちない。そう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 、知ってないのと一緒だよそれは。感動がないもん。五色沼ね、苦労して雪、まだ雪残ってるさ。そうなんだ。そう、のんちゃんなんか彼女5回ぐらいすってんころにしながら行ったから二人で感動した。のんちゃんはともう東京生まれ東京育ち、うん、楽しかったな。東北で一番でかい町は宮城。それ仙台だね。仙台か。仙台も全然県民性違うよ、まだ。あ、そうだ。うん、どんな感じなの？どっちかって言ったらシャイ。シャイなんだ。エネルギーを内側に貯めるタイプ。福島の郡山は逆に言うとアウトプット。イケイケだよね。うん。ザック。モスキートーンじゃないよ。うん、YouTube では難しいかもしれない。いろんな方向に当てはれる人はどう分野。うん。夜な乱立しすぎててさ、そう難しいんだよ今は。もうね、どこ選ぶのかがセンスになってるから、ね、何をやるのかもすごい重要なんだけど、実はどこでやるのかって環境ってすごい重要なの、人間で。もう有名どころなんてもうわずか一軒家借り切って生主ハウスやってそこで配信やって人に迷惑かけないように、うん、音とかもさ、騒音問題とかも。すいません、お会計お願いします。領収書ください。俺だ。いやいやいや、いいよいいよ、俺の悪か悪か。さあさあさあ、俺ね、30万買った。申告。領収書。お名前は。平和の輪に道で、ですね。平和の輪に道。道、道路、これなんですけど。平和の、はい、和道です。はい。あ、じゃあステッカー貸してよ。あ、じゃあ、それは、うん、ありがたく。うん。あたす。ここは俺出す。はい。うん、ステッカーじゃあ今渡しておく。はい。
胸カメラ保証倍ログちょっと高いんだけど、1000円でいや、もう全然あざす払う価値あるでありがとうお願いしますいや、もっと買うかいいよ飲み代の半額くらいは買わせてくださいいいよいっぱい食べたねめちゃくちゃうまかったよはい、ありがとうございますはい9590円はい、はい、よかったですあ、違う、5枚かいいよいいよそんな気使わないでよあ、お願いしますはいでっかまんではい、はいっすまずは1枚あとで、はい、で1枚お願いします使わないでありがとうよろしくお願いしますいただきましたエナタウンさんからエナタウンさんからご支援いただきました俺が支援されてますからみんなこれはね一応そのグッズは非常事態のお金ということで普段使わないようにしようお返しとよろしくお願いしますありがとうございますはいよろしくめっちゃ押すわこれから今まで以上じゃないと飲み合わせできないからいいよ気づかないであと2枚かあともいいあじゃあありがとうございます、うん、いきますなんと枝田さんから3000円の支援いただきましたありがとうございますありがとうございます部屋に飾る部屋に貼るねあってありがとうございます嬉しいね枝田のライブまた行くからいやもうその時はもういいゲストでどうですかスタッフで働いて一緒においいね、うん、お返しできるから、ね、めちゃくちゃいい人だぞみんな和道くん全然やらせてよ全然5分ぐらいのトークやらせてよ企画で司会とかでもいい司会とかさ、うん、そしたらお客さん呼びやすいし後ろにリスナーさんに司会やるからオープニングトークやるから来てよ、ね、格闘技やってる人なんか目の前でシャドウとか見せるだけでもパフォーマンスになるいや俺格闘家ではないからガチガチが例えばこといろんな人と和道くんとして知り合う人とかもいるだろうし、ねうんこっちの方こそありがとうね、ほんとありがとうね、枝田くんなんか困ったことあったら相談してできることになったら協力するからうん枝田くん、超優しいよ、昔からうん、自分が支えられてる側だお返ししないといけないできる人いやめっちゃいい子いや親のしつけだただより高いもんねって言われてるあー、まあそうだよね和道くんは俺思ってないねえクミさんがさっき一人言ってる時に和道くんは何にでも真剣に取り組むところが魅力だよってあーもうガチだよねうん器用なタイプじゃないからさあ、直徳さんいらっしゃいうん、直徳さんだ会いたかったな、俺直徳さんにも会いましょう、今度ぜひじゃあ一旦俺、こっちの方もあれでみんな来てくれた光だからご来場ありがとうございました、ね、ありがとうございます今日も皆さんのおかげで楽しい配信できましたうまかった、めっちゃ食ったトイランドリーさんと困る場所ちょっと一回映像切りますごちそうさまですごちそうでしたありがとうございましたごちそうさまですあー靴出てるすごいありがとうございま す, いますごちそうさまでーすおいし美味しかったどうもです。どうもです。おやすみなさい。ごちそうさまでした。あ、とんでもないです。とんでもないです。ありがとうございます。ご支援。よいしょ。映像来てる？映像来てる？止まる場所だけ。うん。あざっす。映像来てますか？押せるんで。オッケー。来てる。
は最そんな安いところあるんだね。ただその仕切りが、うん、あのカプセルホテルみたいにしっかりするんだよね。バイバイプッシュね。どんな感じなの仕切り？こんな感じ。こんな感じ。あのね、縦にベニヤってこと？そう。ほうほうほう。うん、ただサウナもあるし、風呂も入れる。へえ、サウナもあるの？あ、ある。いいじゃん。うん、合図最高でしたよ、五色沼。あと、鶴ヶ城最高でした。天ぷらまんじゅうもうまかったし、そばもうまかったし、うん、郡山の夜、どうだろうな、まあ寒いけど、なんだろう、なんかね、東京家出た時の寒さはずっと同じ感じで、だから桜前線と一緒に上昇してるから、ずっと同じ気温だね、ずっと寒い、肌寒い、だから服装は間違えてるね。完全に。パーカー一枚あった方がいい。五色沼の時は死ぬかと思うぐらい寒かった。雪残ってたから。そうだね。風邪ひかないようにね、しないと。おー、ここ。安い。あ、ここにするわ。安っ。ここね。あ、でもいいよ。一回チェックインしないで。あ、分かった。そのまま行っちゃう、俺。分かった。うん、ここね。オッケー。あれか、シャープナインのところだ。はいはいはい。これライブハウスっていうクラブなんでしょ？シャープナインって。ライブハウスだよ。あ、ライブハウスなんだ。ただ前とは違う場所に行ってきたから。うん。引っ越しして。おー。中がどうなってたかな。やったこと、行ったことない。あの、こっちではない。向こうではあったけど。コインランドリーさん、これ。うん。コインランドリー。お、シリ。1.7 キロだね。1.7 キロ。あ、いや、全然近いわ、思ってる。でも、その24時間じゃないでしょ。コインランドリー24探して、旅に出ます。洗濯しないとまずいから。あそこ洗濯機ないもんね。ない。うん。ネカフェじゃなくてね、サウナかな？サウナ。うん。なんで新潟のが出てくるの？新潟最寄りじゃないでしょ。安い。最寄りはこれになる。歩くの結構早いね。俺ね、忍者って呼ばれてる。忍びって呼ばれてるね。これでも結構落としてるぐらいペース。俺めちゃめちゃ歩くの早いよ。まあでもやっぱり駅の裏側です。駅の裏側？うん、何時までやってるかな？ところだと、結構歩く。かなり歩くね。そう、成田だからだよ、そう。地元が成田で、最寄り駅40分かかんのよ、家から。だからね。え、それは何で？歩いて。歩いて。だから田舎も歩くの早いよね。そうだね。それは歩く。今から行くところが必ず24時間休むタイプとは限らない。でも、まだ間に合うよね。12時とか前だったら。交番で聞く？いや、やって、わかんないでしょ。交番の人がコインランドリーわかんないでしょ。右。右？あそこにあるとこってホテルで貸してもらうことができる。いやー、いいでしょ。うん。なんて店？自分で行くよ、俺。
ケージエスランドリーピア。俺もシリで検索すればいいのか。なんて検索すればいいの。最寄りのコインランドリー。最寄りコインランドリー。日本、ヨギの兄はせはイメージサイディアソディア。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。